実は皆様にはお伝えしていないんですけれども、はい、サプライズであの方が誰だ、どの方、須田くんですか、え須田まさきさんですか、須田まさきさんではございません、違うんです、そうなんです、主題歌歌ってくれたかな、重要な役の方が来ております、一体どなたなのでしょうか、盛大な拍手でお出迎えください、この方です、やったやった中条あやみさんです、本日のサプライズゲスト中条あやみさんでございます、はい、須田まさきです、いやいや中条あやみです、はい、さあということで改めまして、はい、まあ、驚かれた、ね、今ちょっと悲鳴のような歓声も上がりましたけれども、はい、今回はですね響の恋人で未来の母親小笠原くるみを演じました中条あやみさんにもお越しいただきました、ぜひご挨拶お願いいたします、はい、小笠原くるみを演じました中条あやみです、またここに戻ってこれてすごく嬉しいです、君せか、ここまで来れたこともすごく感激しております、今日短い間ですがよろしくお願いします、どうぞよろしくお願いします、じゃあずっとシーズン通してはありますけれども今回このような形で舞台挨拶という形でまた中条さんと久々にお会いして、はい、いかがですか、いや出てくれると思わなかったので僕はシーズン3で衝撃的なお別れをしているので、そうですね、そうでしたよね、でもすごく映画の中では、まあ、冒頭ですね、すごく非常に大事なシーンで僕と一緒にもう一回ね、これ言っていいのかな、 どうやって出てるか言っていいのか、回想で出てる、回想は、はい、このすごく悲惨な世界になる前のすごく温かい穏やかなシーンで、うん、もう一回再会させていただいて楽しかったですよ ね、そういえばこんなことあったねって、ね、この時期がそういえばあったねって話しながら撮影してましたね、うん、なんかお互いセリフが全然入ってなくてね、そんなことないですそんなことないです本当ですか、スラスラってなってました、はい、結構 NG も出してました、ね、出してないです、はい、でもそれぐらいの、はい、僕ら その空気感がいいんです、うん、それが多分すごく絵に出てると思います、そう、私は、はい、そうですよね監督、おそうですね、なんかお話しされようとしていやもうなんか油断しないでください、はい、いや私はその君せかシリーズどんどん間宮響がワイルドになっていくので、はい、この映画ではちゃんと服を着てるのかが心配だったんですけどちゃんと服を着ててすごい安心しました、そこですか、はい、そうですね、そうすごく安心しました、服を着てて、はい、どんどん汚れて険しくなっていってたので、はい、よかったです、はい、服を着てて、はい、よかったです、シーズン3のラストのシーンは、はい、未だに夢に出てきますおえつそれぐらいきつい、おえつしてたもんね、インパクトすごかったですもんね、うん、はい、でもリハーサルの時からもう竹内さんはおえつしてしまって大丈夫かな、撮れるのかなっていうぐらいでしたね、あのシーンは、やっぱり、まあ、これはもう放送、ね、配信されてるので、はい、僕が中条さんを拳銃で撃つんですね、はい、この目の前 で、うん、で僕は本当になんていうんですかね、撮影前から憂鬱でそのシーンが来るのが嫌だったんですね、うん、でも、最後やっぱりすごく吹っ切れていて彼女が笑顔だったんですよ、やっぱそれがすごかったですね、僕は持ってかれました、あの瞬間の主役は本当に彼女で、あやっぱりなんていうんですかね、その台本上には書いてない女性の強さみたいな、なんかそういうものをもらえた気がしましたね、でも本当に嫌で、あの後高熱出したもんね俺ね私もあそうなんだ、そう私はキスシーンがあったじゃないですか、はいはいはい、その後唇が2倍に腫れたんですよだから龍馬くんのせいだなって思ってたの、なんか変なのが映ったのかなって思ってたんですけど、すごいエピソードが出てきました、違うの違うの、結果すごい寒い海辺でやってたから寒冷じんましん、はいはいはい、寒さでじんましんになっちゃって、はい、でそれで唇が腫れたんだ、だから僕とキスすると唇腫れるんですよ、うん、それぐらいの威力僕とキスはさすがですね、はい、キスシーン待ってます、はい、まさかの展開、どんどん来い、はい、皆さん体調の方でしょうか、ありがとうございます、浄化法
さん、手を振っていただきます。はい、ムービーを手を振っていただいてもよろしいですか。後方のムービーカメラです。お願いします。動いてるやつです。動いてるやつです。